今回は八王というロマンあふれる動物たちに対する読者の反応を紹介します。確実投稿してます。チャンネル登録お願いします。最強の動物たちって好き。なんか変なの混ざってるが、本体我がちでそのくらいでもおかしくないからな。勝湯様、牙一本で成り上がったのにビーム攻撃するデロースくん好き。でも牙自体はネオでもシャクシャクできてないんだよね。デロースの牙は時々ネタにされるが、この携帯のネオにも攻撃になってるのは冷静に考えるとやばい。確かに竜王、異次元ビームクジラ王、ブラックホール吸い込みカラス王、入ったら死ぬ影鹿王、時間加速心当たりが化け物すぎる。カラス王はそれに加えて羽ばたくと毒の竜巻が周囲をなぎ払います。口から太陽を吐き出して焼き尽くします。その太陽で無理やり影の方向を変えて相手を即死させられます。こんな殺意高い金を初めて見たよ。他の八王もこのレベルで多彩な技使えるだろうな。連載終わってしばらくしてからヤタガラスがモチーフだと気づいたわ。カラス王、ジャオウハサ、狼王ギネスってのにが他の八王と同等の捕獲レベルと火星力として一番強いんじゃね。集団で侵略したらこいつら最強だろ。片八王のライバル背中に勝ってる鹿王がヤバすぎる。集団としての最強は鹿王か狼王だろうな。クジラ王の下のやつらは別に部下ではなく、むしろ敵対してたかな。一応猿王も集団ではあったし、オーシャンにいるのは全てアナザを狙う競争相手だからね。なお生態系の頂点の三毛王とか絶滅させると金の調理器具缶詰が作れなくなって罪。牙一本で成り上がってきた手触れ込みなのに口からビーム放つデロース、バカバカしすぎて好き。牙のみで王になったのはご先祖様だから。バンビーナのこの捕獲レベルって本気モード込み？捕獲レベルというか測る機械の使用はこの辺りようわからん。ドラゴンボールの戦闘力みたいに気合で上げ下げするもんなのかな。戦闘力が低いってよりは体が小さいとか、比較的コミュニケーションが取れるから捕まえやすいってことかな。まあ人間からしたら誤差みたいなもんだけど、こいつらを地球の悪って表現するのセンスあるなと思った。その分地球を食い尽くそうとするネオを攻撃するところがめっちゃかっこよかった。八王 vs ネオのかけらはマジでいい感じのお披露目だった。グルメ界はいろいろ言われてるけど、八王が出張ってくる時のスケール感とかは強さの描写はマジで文句がない。あそこ八王が絶対にかませになると思ってたわ。かませはかけらの方だった。鹿のむちゃくちゃ振り本当好き。空部下も怒らせないよう必死だわな。未だに一番好きな怪獣だわ八王。最後にジャオウ以外は生き返ったんだっけ？どうせなら全員生き返ればよかったのに。ムーンのどこに繋がってるかわからない胃袋全身バラバラ裏のチャンネルマザースネークだけ蘇生が困難すぎる。馬王がお見せした時のは測る気すら起きねえの圧倒感好き。過去闘技場のバトルウルフテリー母の剣で子を持つ母親の強さが語られていた。つまり最強の狼王バトルウルフも母親ではないか。グルメ改編最初に登場した馬王も出産間際のメスだった。そして名前が明かされた猿王バンビーナ女性名わは八王は全員メスなんだなと確信した。名前も姿も恋人のものっていう純愛。八王は種族性別特徴全てがバラバラで面白かったな。八体もいらなかったような過剰すぎる。かっこいいからいる。やっぱクソシンプルなバンビーナ好き。アカシア戦でどうなったんだっけ？分身相手にいなくならないでと思いながらぶん殴ってたのは覚えてるけど。王って称号能力強さ全てかっこよさの塊だわ。シマブーのモンスターデザインセンス好き。ヘラクレスが呼吸するだけで大抵のやつが死ぬのやばくて好き。青鬼の初お披露目だったんだっけ？まさかの返り討ちに遭うという。なんだかんだ後釜をしっかり狙えるよう頑張ってるデビルオロチくん。クジラ王は結構暴君だよな。70が頑張って生態系維持するほどには。猿の脳にの捕獲レベルってセンチュイのゴリタウルスくんだっけ？サンドリコやコンソメマグマの方が圧倒的に高いとか、猿の後釜もう無理だろ。サンドリコはマジでヤバいから。サンドリコらアカシアすら死にかけるぐらいヤバい植物だから。八王最強がクジラっていうセンスも好き。正直鹿が初手で1秒1000年の空間にクジラ飛ばせば勝てると思うけど、クジラはそれより早く飲み込んじゃうんかな。もっぱら不老不死のヘラクレスやサル王が裏のチャンネル操れたりと、数千年経過能力も八王の中じゃそこまで絶対的じゃないんだろうね。ブラックホール級の引力を出しされるとさすがに空間ぶっ壊れちゃう。空だけで無効化できるとか、サンドリコ攻略法知ってたら楽勝やんと思ったが、多分普通の人は空猶予すらなく脱水で死ぬんだろうな。
だいぶタフになったトリコたちですら品種改良して弱毒化したもの相手に軽く死にかけたからな。刺激しなければ安全なのに反比例した殺意が洒落にならん。隕石ムーンの生物とは思えないまがまがしさは好きよ。そこから想像できない綺麗な白クジラムーンも。島ブーアンの強すぎる魚王グッピーも見たかった。シンプルな格闘能力で八王まで行くバンビーナとか F 化け物。島ブーのクソやべえ描写ほんとすごいよね。猿がエベレストで水切りしてたの好き。現実の地球よりでかい地球を軽く一周するのやばすぎるんよ。八王が能力発動するたびにオーバーリアクションで解説始めるアカシアが面白すぎた。全部力技で突破してたところはさすがラスボスだが、世界一でかいヘビのマザースネープの顔を見た者はいない。例外なく死んでいるからはおしゃれで好き。生物としての格が違うのがありありと伝わる演出がいいよね。バーサスネオの破片でネオのヤバさと八王の規格外さが分かってめちゃくちゃ好き。ブラックホールホエールとか読者の構想をかっこよくするの上手すぎる。結局アカシアのフルコースたちとスカイギア以降どんな関係があったかは分からず自前なのが残念。なんかあったら頭の中だけにあった設定でも公開されないかな。普段おとなしい定評があるシカを帰り道分の出してくれた猿王を見ごもり中に喧嘩吹っかけられても帰り道を鼻息で作ってくれた馬王衆下雲グタイムだったクジラ王種族差別しないで子育てした狼王意外に成人多い。正直何体かやられるか苦戦すると思ってたから圧倒的な力で排除しててかっこよすぎた。強いて一つだけど気持ちさせてもらうとバトルウルフ、ギネスブラックホールホエール、ムーンキンタマントヒヒ、バンビーナ、ウッショウ、種族名とは別に個人名があるのか、超角形、マザースネークエンペラークロウ、なんでそこだけまんまなんだよ。シャオウ、カラス王、八王常連種族、個体名がアレルテイ別格でもない馬王、サル王、竜王八王常連種族じゃないけどヘラクレス、バンビーナ、デロースが突然変異で強くて八王になったデロースは希少すぎて種族名が謎クジラ王、狼王八王常連種族だけどギネスとムーンが別格に強いから個体名が有名。スカイギアずっと山だと思われてた。多分こんな感じじゃないか。バンビーナことキンタマントヒヒはもともと規格外って話があったよ。先祖がペアのミホスくらいだしギネスは若頭とそこまで捕獲レベル離れてないから別格って感じもしない。ヘビ王とカラス王は見たら死ぬレベルだから存在がそもそも認知されてないとか。そっか、バンビーナのご先祖もヤバい強さだったな。先代の時はサル王、キンタマントヒヒだったのかな。チャオとカラス王はトリコのキスクイーン見たリアクションがどうしてもおかしくなるしな。大陸割ったんじゃなかったっけ。粉々にな。バーサススタートリコ考えると結構差がありそうなもんなんだけど、ナギネスとはカータマタガイツのにやり合えてた2人が小手調べで死にかけたし、捕獲レベルで言うとバンビーナ以上なんだけど、捕獲レベル戦闘力じゃないからトリコの強さ議論は難しいな。てかタガイツのにやり合えてたってほど戦闘描かれてないよ。むしろ作中描写だけ見たらトリコたち乾杯してる。若頭相手だとそこそこなんとかなってなかったっけ。なんかトリコがダメージ受けて横たわってたシーンしかなかった気がする。サル王とモンキーダンスするところいいよね。なんかついでにブルーニトロ瞬殺するところ含めて、ぜひチャンネル登録をお願いします。